ホーウェル魚雷とは、アメリカ海軍によって、一定の数が量産された、最初の自走式魚雷である。これは、ホーウェルマークアイ魚雷と呼ばれた。この兵器は、アメリカ海軍のジョン・アダムス・ホーウェル少佐によって1870年に、考案されたもので、エネルギーを蓄えるために 60kg の、フライホイールを毎分1万から12000回転という超高速で回し、プロペラを駆動させた。 ホーウェル魚雷の一般的な内部構造図。アメリカ海軍の1896年のマニュアルから、複雑なエンジンと燃料系統を搭載しないという理由から、ホーウェル魚雷は主な競争相手である、ホワイトヘッド魚雷よりも製造が容易で安価だった。加えて、ホワイトヘッド魚雷との相違として、ホーウェル魚雷は無鉱石であり、魚雷を発射した艦艇の位置を暴露することがなかった。 ただしこの兵器のフライホイールは極めて想像しかった。またフライホイールを完全に回転させるための蒸気タービンを必要とした。同時代のホワイトヘッド魚雷とのさらなる相違はホーエル魚雷がフライホイールのジャイロ効果により直線を維持して走ったことである。片側から一つの波が来るとホワイトヘッド魚雷は振度が逸れるというよりもロールを起こす傾向があった。このロールは 容易に火事によって修正できた。深度の調整は振り子によって制御され、先駆者であるロバート・ホワイトヘッドの企業秘密となっていた。ホーエル魚雷はジャイロ効果を用いた最初の魚雷で、これはホーエルが特許を保有した。1895年方向安定性を改善しようと試みた際、ホワイトヘッドはルートビヒオプリーの設計を採用したジャイロスコープを搭載し、 これについてホーウェルは特許権侵害訴訟を行った。ホチキス兵器会社によるホーウェル魚雷の広告。公表は1888年11月11日。水雷艇スティレットがホーエル魚雷を発射したところ、1890年頃、計画の資金不足、兵器としての魚雷の斬新さ、海軍交換の無理解によって、 非常に開発が遅延した後、1889年、50本のホーエルマークアイ魚雷が発注された。担当は、ロードアイランド州プロビデンスのホチキス兵器会社だった。これは、直径36センチメートル、全長330センチメートル、重量43.5キログラムの弾頭を備え、射程は365メートルで、雷速は25ノットだった。 同世代のホワイトヘッド魚雷は EW ブリスカンパニーで製造され、より優れた性能ともっと大きな発展の可能性を有した。これら50本のホーウェル魚雷は唯一の量産例である。1892年、ホーウェル魚雷は改善が急速に施されたホワイトヘッド魚雷に代替されていった。最終的にホーウェル魚雷の欠点が除去されることはなかった。したがって、 もし静粛化が施された場合、騒音による損失が軽減されたかは未知である。同時代に行われた、ホーエル魚雷の運用試験の記録では、その性能について記述している。そこでこの魚雷は、4分間にわたり、水面に沿って極めて速い雷速で走り、また非常に均等な速度だったこと、また、水平方向への一層はなく、優に900ヤードを走ったことが挙げられている。 ホーウェル魚雷のフライホイール部分後方からの視点、プロペラが示されている。2013年5月、アメリカ海軍の訓練を受けたイルカにより、ホーウェル魚雷の残骸の2部分がカリフォルニア州コロナド付近の海底で発見された。この発見の以前には、ホーウェル魚雷は2本の実の残存が確認されていた。1本は海軍潜水博物館、及びもう1つはロードアイランド州。 ニューポートの海軍大学校博物館である。ありがとうございます。